最新2000件メールです。愛はどこからやってくるのでしょう。自分の運命に問いかけた偽物本当だけを見つめたい。悲しいニュースとどうでもいい話、朝から妄想がうざなりで、今日はいつもよりも風が気持ちいいから、楽しさに着替えてね。気づけなかった、きっと甘えてたのか。だから自分愛してる人を愛してみたいの。夢はいつでも膨らむばかりで、誰かの思いを無視してた。きっといつかは分かってるのかな。手放した風で飛んでた。みんな本当にどうもありがとう。 BMJ プロデューション、この歌唱映像をもちまして、2000回の配信に行こうとなりました。ここでみんなお願いのですね、乾杯。愛はどこからやってくるのでしょう。自分の少しずつだけど、いろんなことがたわわって私はここにある。こんなはずじゃなかった、そんなおとぎ話、謎だぞみたいな。愛することの意味は運命じゃなくて、センチメンタルでもなくて、強く見えないものかな。愛はどこからやってくるのでしょう。自分の夢に追いかけた。食べてこの歌唱映像をずっと見てきてくれたみんな、ずっと以前から少し前から、ちょっと前から、昨日から今日たまたまだのみんな含めて、そんなみんなを待っていた。そんなみんながいたから
ここまでやってわかった。私だけのことじゃなく、そんなみんなに何かいいことがあります。もう一度乾杯。